もし転売が続いたら、僕たちの大好きな漫画もフィギュアもゲームもなくなるかもしれないんですよね。はい、どうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。皆さん、最近転売がすごく問題になっているのってご存知です？今ですね、オタク業界で転売がめちゃくちゃ問題視されてるんですよ。もちろんツイッターでも皆さんすごく転売について話されてますし、あとオタク関係で有名な YouTuber の方々もかなり転売について触れてらっしゃるんですよね。これですね、何があったかと言いますと、あるオタク業界の有名雑誌の編集者さんが転売屋を擁護されたっていうのが始まりきっかけなんですよ。もうかなり有名な話なんで、ご存知の方も多いかなとは思うんですけども、一応詳しく知らないよって方もいらっしゃると思いますので、ざっくり経緯からご説明していきます。ですね、まず事の始まりが1週間ほど前、2021年の7月22日にナイチンゲールのプラモデルが発売されたんですよ。このナイチンゲールっていうのは機動戦士ガンダム逆襲のシャアの小説版に登場する機体なんですけど、これがかなり人気のプラモっていうことで、ファンは発売日楽しみにしてたんですよね。でついに発売日を迎えて、ファンがやったー買いに行くぞって言って店に行ったら、なぜか買えないんですよ。売ってないんですよね。でお店の人に聞いたら、もう売り切れちゃいましたよっていうことなんですよね。なんで発売日当日なのになんで買えないのかなっていうことで、まあもちろんですね、人気プラモだからファンの人が朝一で並んで買ったっていうのもあるんですけども、ただ一つですね、不思議なことに、お店では売ってないナイチンゲールがなぜかメルカリとかのフリマアプリでは大量に売ってるんですよね。しかも高値で。ちなみに値段で言うと、このナイチンゲール、メーカーの小売希望価格は税込み7700円です。で、それがメルカリでは基本12000円で出品されてまして、4000円以上上乗せなわけですよ。メルカリって大体送料込みのお値段ではあるんですけども、それにしたってだいぶ高いですよね。お店に行けば8000円以下で手に入るものが、メルカリだと12000円ということで、約 1.5 倍。まあ、シンプルにきついっすよね。ちょっとって言いたくなるわけですよ。でツイッターとかでもファンの方が、ナイチンゲール買えないんですけどとか、転売屋ふざけんなよっていう趣旨のつぶやきをされてたんですよ。そしたらですね、とある方がこんなつぶやきをされたんですよ。転売を憎んでる人たちは、買えなかった欲しいキットが高く売られてるのが面白くないだけだよね。頑張って買えばいいのでは。頑張れなくて買えなかったんだから、頑張って買った人からマージン払って買うのって普通なのでは。これなかなかすごいですよね。もうプラモデルのファンの方に向かって、買えないのはお前の努力不足だぞと、努力しなかった以上転売屋さんにお金を払うのは当たり前やぞとおっしゃってるわけですよ。まあこの発言自体突っ込みどころが無限にあるわけですけど、まあそもそもこれは誰が言ってるのかと、どこの生きった中学生が喋ってるのかと思いましたらですね、この方ホビージャパンの編集者さんでした。ホビージャパンっていうのは、ざっくり言いますと、プラモデルとかの模型をテーマにした雑誌です。まあもっと言うと、ガンプラといえばまずここっていう雑誌ですね。つまり何が起きたかと言いますと、プラモファンに楽しんでもらうための雑誌の編集者さんが、プラモファンに向かって、お前がプラモ買えないのは努力が足りないからだから、嘆いてないで転売屋様に金払いやって言ってるわけですよ。もうこれがね、当たり前ですけど大炎上です。ツイッターでも YouTube でもあらゆる方が突っ込みまくっているという状況ですね。でそれを受けまして、ホビージャパンさんかなり迅速な対応されてまして、まず発売日の2日後、7月24日に、うちの編集が勝手に生きったこと言って本当すいませんでしたっていう文章を出したんですよ。重要なとこだけ読み上げてきますけども、この度 SNS などにおきまして、当社編集者が昨今のホビー商品についての一方的な見解を述べ、皆様のホビーに対する思いや当社に対する信頼を裏切る事態になってしまっておりますことをお詫び申し上げます。これはホビージャパン編集部および株式会社ホビージャパンの見解とは全く異なるものであり、当社はホビーに携わるものとして、ホビー商品のいかなる転売行為や買い占め行為も容認しておりません。当該社員の見解に関しましては、当社としての考え方とは全く相入れるものではなく、ホビーに携わる人間としてあってはならないものであると考えております。当該社員に対しましては、社内規定に従って厳正に処分いたします。こたびの件につきまして、読者の皆様をはじめホビーに関する全ての皆様に心よりお詫び申し上げます。はい、ということなんですよね。でこれが7月の24日なんですけども、さらに2日後の7月26日、処分内容が公表されまして、これがかなり重いものとなってます。まず当該の編集さんが退職処分となりまして、さらに上司や責任者の方も大体1段階降格というような処分になりました。
なのでこれ自体はですね、あ、ホビージャパンさんすごく迅速に社会的な責任を果たされたよなっていう感じではあるんですけども、地獄がですねこれだけでは終わらなくて、この事件をきっかけに、え、転売屋の何が悪いんすかって発言される方も出てきまして、例えばですね、池田信夫さんっていう株式会社アゴダ研究所の代表取締役社長さんがいるんですけども、彼はまずツイッターで、転売屋がまとめて買えばそれは最終的に消費者にも売れるんだから同じこと、プラモやってるガキはこの程度の初歩的な理論もわからないのかと発言されてまして、他にもご自身のブログで、今週はガンプラの転売屋をめぐる騒動がありましたが、驚いたのは定価で売らないのはけしからんという声が多いことでした。オタクの皆さんはまだ社会常識を身につけてないのかもしれませんが、大人にもよくある誤解なので簡単に説明しておきましょうみたいな感じでブログで書かれてるんですよ。もうね、地獄よ。なんつうかしっちゃかめっちゃか、どう収拾つけんだよみたいな感じになってきてて、でこの騒動ですね、7月30日現在も未だに議論が起きてますよっていうような状態です。はい、これがですねこの騒動の簡単な流れなんですよ。でこのペさん編集さんのツイートなんですけども、改めて何が問題かと言いますと、大きく分けると3つですよね。まず1つ目としてシンプルに、ホビージャパンの編集者さんなのにプラモデルユーザーを煽ってるっていうところですよ。なんていうか、純粋にプラモ好きな人を攻撃するような言い方、上から目線っていうのがまず良くないと思うんですよね。転売を憎んでる人たちは買えなかった欲しいものが高く売られてるのが面白くないだけだよね。頑張って買えばいいのでは。まあなんというか、なんでこんなに消費者側の心情を勝手に語って攻撃的になっているのかがちょっとよくわからないんですよね。で2つ目としまして、プラモデルの販売に関わる雑誌が転売の利用を進めてるっていう点ですよ。後で詳しく説明するんですけども、転売って長い目で見るとその業界を衰退させてファンも減りますし、下手すると雑誌の廃刊とかにもつながっていくことになるんですよね。ガンプラを扱ってるホビージャパンっていう雑誌の編集者がガンプラで転売を利用しろっていうのを、ジャンプの編集者が、え、漫画が高くて買えない？漫画村見ればいいじゃんみたいに言ってるようなもんですからね。やばいですよ。で、3つ目の問題が、そもそも論として、転売に対してすごく肯定的になってるっていうところですね。実はこの方ですね、他にもいろいろツイートしてまして、ある方が、転売って良くない行為なんですよ。長い目で見ると業界のためにならないんですよっていうふうに教えられた時に、ん？よくわからない。転売して売れてるから、メーカーは潤ってるんじゃないの？ですとか、転売されて困るのって一部のユーザーだけだよね。物は売れてるんだから業界的には安泰ですよ。むしろお店でしか買えない状態は業界へのダメージでかいです。などと供述しておりっていう感じなんですよね。いや、これですね、こういう考え方自体が合うのは理解できますし、そう思っている人がいらっしゃるのはわかります。もしこの発言を一般の方がされてるんだったら、僕は別に何も言わないですし、あ、そういう考え方なんですねって終わりですよ。でもですね、ホビージャパンの編集さんがこれ言うのはダメだと思うんですよね。なんでかっていうと、転売って基本的に犯罪なんですよ。これも後で説明しますけど、転売行為って違法行為の可能性がすごく高い行為なんですよね。それに対して企業の編集を名乗ってる人が肯定的な態度はやばいでしょっていう話ですよ。というわけで今回の動画はですね、このあたりを詳しく、転売の何が悪いのか、オタク文化を壊して企業を潰す可能性もあるよと、で犯罪行為だよっていうところをですね、ちょっと詳しく話したいなと思っていて、多分なんですけども、これを見ていただいている方の多くって、転売へのイメージってなんかよくわからん部分があるかなって思うんですよね。いや、もちろんなんとなく悪いっていうイメージはあるし、みんなも嫌ってるからなんか悪そうだなっていう感じはする、悪いっていうのは聞いたことはある。ただ実際世の中にこんなに転売っていうのは横行してるし、あと Uber Eats とかと同じって言われたら何が違うのかは正直よくわからんと、別にやる人はやってるしそれはそれで自由なんじゃないのみたいな、そういうなんというかふわっとした感じの方も多いんじゃないかなって思うんですよね。いや、すいません、中には転売やしすべし慈悲はないっていう認識の方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっと曖昧というか、え、悪いって言われてるけど本当に悪いかは知らんみたいな人って言うと思うんですよ。まあ、少なくても僕はつい最近まではそう思ってたんですよね。ただ1年くらい前ですかね、 PS5 プレステ5で転売がすごい問題になったことあったじゃないですか。あの頃ぐらいにですね、転売って本当に悪いのかなって自分内に調べたり考えたりしまして、でその結果、あ、転売これダメだなと、少なくともいわゆる転売屋って言われる存在は良くないなと、オタク文化のためになんねえなみたいな考え方になっていったんですよね。でそう思った理由っていうのがまさにさっき言った2つなんですよ。
まず一つ目として転売ヤーがはびこるとその業界が衰退するし、最終的にそのコンテンツが死ぬ可能性がある。商品とか漫画とかフィギュア売られなくなるっていう可能性があるっていうことなんですよね。オタク文化壊れちゃうよと。で加えて犯罪の可能性がすごく高いよっていうところですよ。ですので今回この動画ではなんで転売するとそのコンテンツが死ぬのか、そしてどのあたりが犯罪なのか解説していきたいかなと思います。まあ、やっぱりね、転売が流行っていくと皆さんの好きなアニメとか漫画とかフィギュアとかが今後見れなくなったり手に入らなくなるっていう可能性もありますので、ちょっともしこの話ご興味あれば聞いていただければなと思います。なお注意書きとしまして、まあ、今回の動画って法律含めて専門的な話も結構関わってくるんですけど、僕自身やっぱり法の専門家では全然ないので、まあ、一応ね大学は法学部なんですけど素人に毛が生えた程度なんで、ですのでその辺の法律の知識につきましては現役の弁護士さんである高橋由紀先生の動画も強く参考にさせていただきます。転売について法律の観点から分かりやすい解説動画はすでに上げてらっしゃいますので、これ概要欄にリンク貼っときますから、気になる方はぜひこちらもチェックしてみてください。はい、じゃあ早速ですね、転売の問題点話していくんですけども、まず問題点その1がその業界を壊してオタク文化を衰退させるっていうところですよ。はい、ここでまずそもそも論の話なんですが、転売って本当に悪なのか、まずこっからですよね。今回話題になった編集さんもおっしゃってるんですけども、転売されようが何しようがすでに店で売れてるんだからもうメーカーにお金入ってるじゃんと。メーカーにお金入ってるなら何も悪いことないでしょっていう考えがあるわけですよ。でそれに対してはいや余計なお金かかっちゃってるからねって、8000円で買えるもの1万2000円高くないっていう声を上げるわけですけど、それに対してはUber Eats と何が違うんですかっていう声が上がるわけですよ。まあ、やっぱり転売っていうのは買いに行けない人の代わりに転売ヤーがわざわざお店に並んで買ってあげてるんだぞと。でその代わりに転売ヤーはわずかばかりの手数料をいただいてるんですよと。これの何が悪いんだと。嫉妬か嫌悪かダサいなみたいな、そんな風に喋る方もいらっしゃるわけですよ。これはですね、正直一見正論に見えますよね。まあお店からするとプラモデルをファンが買おうが転売ヤーが買おうが同じ売り上げ出てるじゃないですか。何も変わんないですよ。で転売ヤーはお店に買いに行くのがめんどくさい人のためにお店に並んでプラモ買って代わりに手間賃としてお金をもらう。でユーザーは手間賃を払ってで欲しいものを手に入れる。要は最終的にはユーザーの手元に欲しい商品が行く。具体的な値段で言うと今回のプラモについても本来8000円のところが1万2000円になったわけですけども、まあ、人によってはわざわざ並びに行ったりするぐらいなら4000円ぐらい払っとくわって考える人も全然いると思いますから、そういう意味ではこの理論一見穴がないように見えるんですよね。でもね違うんですよ、実は全然違うの。確かに短期的なお金の流れだけ見れば別に転売ヤーって問題ないんですよ。むしろ買いに行くのが面倒な人のために買ってあげてるっていうことで社会的価値を生んでるんですよ。ただし長期的に見ますと一人のオタクとしてその業界とかコンテンツに長続きしてほしいなって願った時ですね、転売ヤーっていうのは間違いなく敵なんですよ。これどういうことかというと、まず一言で言いますと転売ヤーが値段を釣り上げているせいでその商品を今後買わなくなるファンが出たり新規がすごく入りにくくなるっていうことなんですよね。詳しく言いますね。まずファンが離れていくっていう話なんですが、例えばですね、分かりやすく日本全体をちょっと100人の村と考えてみます。日本人口を100人の村と。でその100人のうち3人プラモが大好きな人がいるとします。毎月この3人はプラモ買ってます。まずこの3人のうち A さん、 A さんは社会人でお金持ちです。毎月プラモ関係に5万円使ってます。次に B さん、 B さんは学生でプラモが大好きなんだけどそんなにお金がないです。欲しいプラモとか出るときにはバイトしてお金貯めてます。ばらつきはあるんですけども平均すると大体月 2,3 万ぐらい使ってます。で最後に C さん、 C さんは主婦の方でご家族の理解を得て家計をやりくりしながらプラモをゆったり楽しんでます。月平均で1万円ぐらい使ってます。さて7月の某日この3人の大好きな新作プラモが発売されました。お値段は8000円です。3人全員が予算内で買える値段です。しかしですねこの3人がお店に行っても欲しいプラモ売ってませんでした。なんでと嘆きながら大好きなプラモですからネット探してみますとメルカリで売ってました。ただし値段は1万2000円。もうこの時点でですね主婦の方は今回諦めざるを得ません。買うにしてもちょっと今月の予算貯めて来月に回すしかないです。でお金持ちの A さんは4000円ぐらい誤差だなと思って一切気にせず買ってます。で問題は B さんです。1万2000円っていうのは出せない値段ではありません。ただこれをもし買ってしまいますと一緒に買いたかった欲しいプラモが予算オーバーになって買えないんですよね。で加えて来月も欲しいプラモが出るわけですけど
もしもそれもこういった風にね転売で高くなっちゃったっていうことを考えるとちょっと悩んじゃうわけですよ。で悩みに悩んで、まあ、それでも僕プラも好きだからっていうことで買うことにしました。もう苦渋の決断ですね。バイトのシフトを増やして、で高い値段でプラモを買うことにしました。はい、もうお気づきでしょうけど、これが今回のプラモ転売騒動で起きてたことなんですよね。こんな風に1回の転売で値段が釣り上がりますと、まずそもそもとして C さんのように予算オーバーで買えないっていう人が出てきます。プラモを作ってるメーカーさんとしては、このプラモデルは8000円分の価値として作った、8000円と納得できる人に買ってもらって、で楽しんでほしいなと思って値段設定をしてるわけですけども、実際は転売ヤーが当日から値段を釣り上げることで C さんはプラモを楽しむことができないわけですよ。で1回ならいいですよ、1回なら C さんとかもお金貯めて来月買えばいいんですけど、もしこんなことがずっと続いたらどうなるでしょうかと。これから先出るプラモも全部高くなると。そしたらですね、まず C さんは値段がそもそも毎回オーバーになるし、でこれから子供も大きくなっちゃうなっていうことで、泣く泣く趣味を捨てることになるわけですよ。もうプラモは一回やめようと。で A さんは気にせず買います。まあまあ高くなっても何でもお金より時間が大事だからみたいな考え方ですね。で B さんは頑張って高い値段でも買うようにしてたんですけども、そのうち限界来ます。まあオタクの方ならわかると思うんですけども、趣味っていうのはそれに触れ続けてるから楽しいっていう部分があるわけで、で B さんですね、値段が高くて欲しいプラモに触れられない時間が増えちゃって、でそのうちプラモへの情熱失っちゃって、で B さん最終的にはプラモを買わなくなってしまいました。こうなるとね、もう残ったのは富豪の A さんだけなわけですよ。はい、こういった経緯がまさに転売ヤーのせいでユーザーが減るっていう現象なんですよね。もちろん今回の説明例っていうのはかなりざっくりとしたモデルですから、 A、B、C さんに当たらない人もいっぱいいらっしゃいますし、値段が高くなっても買い続けるよみたいな方もたくさんいらっしゃると思いますよ。まあそれはそれで素晴らしいことなんですけども、逆に B さんや C さんのように辞めちゃう人っていうのも間違いなくいますよね。当たり前なんですけど、メーカーさんって最終的にはお金を出してくれるユーザーに支えられてるわけじゃないですか。あーすいません、これ誤解招くな。ですね、これ今言ったのは別にお金を出さないファンが良くないとかダメっていう話じゃないです。例えばなんですけども、ソシャゲとかだと課金ユーザーって全体の 2% って言われてるんですよね。あれってもともと無料で楽しく遊べるゲームを作って、で幅広い人に触れてもらって、で特に気に入った人、そのゲームに価値を感じた人にお金を出してもらうっていう仕組みで成り立ってるんですよね。なので課金するかどうかって人それぞれの好みとか価値観によりますから、別に無料で遊んだりとか他の人より安く楽しむっていうのは全然悪いことじゃないです。お金出す人だけが正義だとかそういう話ではないです。ただ現実問題としてプラモデルを生産するのにはお金がかかりますし、会社を運営していくのにもお金が必要です。なので会社としてはできるだけ多くの人にお金を出すファンになってほしいなっていう部分はありますし、お金を定期的に出してくれるユーザーをどれだけ掴むか、まあ逆の言い方をすると、その人が一生涯でうちの商品に出してくれるお金をどれだけ高くするのか、このあたりがすごく重要になってくるわけですよ。でそういった状況でもしユーザーが離れてしまったらどうなりますか。確かに今回のプラモに限って言うならば、転売ヤーからすでにメーカーは商品のお金もらってますので、メーカーはなんなら売り上げが上がってハッピーかもしれません。でも1年後どうなります？2年後3年後どうなります？転売ヤーがはびこってる限り、収入って減ることはあっても増える理由ってないんですよね。ユーザーが減っていけば転売ヤーも在庫がさばけなくなって、そのうち転売ヤーが商品を買わなくなって、で失ったファンは戻ってこないと、そういう悪循環が起きちゃうんですよ。でお客さんじゃなくて転売ヤーがお店から買うのには他にも問題があって、例えば転売ヤーが商品買い占めちゃうと、メーカーやお店が正しい売り上げを把握できないっていうのがあるんですよ。例えばコンビニとかが一番わかりやすいと思うんですけども、コンビニって場所によって売ってるものが意外と違ったりするじゃないですか。例えば住宅街とかだと子供向けのお菓子とかおもちゃが多く置いてあったり、逆にオフィス街とかだと、まあ、常温の水とか糖質制限のパンが多く置いてあったりするわけですよね。まあ、こんな風に置いてる商品が違うのは、まあ、もちろん理屈でこういうのが売れそうだから置くっていうのもありますけども、どっちかっていうと実際に売ってみて置いてみて、で何がどれぐらい売れたのかっていうデータを元に作ってるんですよね。例えば東京では北海道産のメロンパンがすごく売れた、でも一方札幌ではやっぱり北海道産のメロンパンは別に売れなかったみたいな、こうなると次から札幌の工場では北海道産メロンパンを作る数はすごく減らして、逆に東京の工場ではいっぱい作ろうみたいな、そういった積み重ねをもとに次の商品を作ったり量を決めたりっていうのをメーカーさんはしてるわけですよ。でここで転売ヤーが
お店とかメーカーから商品を買い占めるとどうなっちゃうかと。ブームがあるときはまだいいんですよ。作れば作るだけメーカーにもお金入るからそんなに売り上げは差はないですよ。でもブームが落ち着いて転売ヤーが買い占めなくなったとき、もう離れたユーザーは商品を買いませんから、そうなるとあれだけ売れてた商品がなんでこんな突然売れなくなるっていう事態になって、大量の在庫が余っちゃうわけですよ。あのメーカーからするとですね、在庫が余るって一番の恐怖でして、あのもちろん作ったお金が無駄になるっていうのはそうなんですけど、それ以外にも保管するのにもコストがかかるし、さらに一定期間経って処分するとなったらさらにお金かかりますので、まさに三重苦なんですよね。こんな風に転売ヤーが絡むと既存のユーザーがすごい減って、でしかもその減りのせいで在庫が余るダメージをメーカーが負うっていう、メーカーの体力がどんどん減ってくっていう事態になってしまうんですよね。あと新規が入りにくくなるっていうのはもっと単純ですよ。例えばアニメ鬼滅の刃を大好きになった小学生が本屋に鬼滅の刃を買いに行くとするじゃないですか。なけなしのお年玉5000円で本を10冊買いに行くぞと。ただ転売ヤーによって地元の本屋さんで買えなかったとします。でその子はせっかく鬼滅の刃好きだったのにもう買えないならいいやと、メルカリとかも使えないしで諦めちゃったとします。でもしもの話なんですけども、もしこの子がすごいオタクの素質があって、最初きっかけは鬼滅の刃なんだけども、鬼滅の刃で漫画の面白さに目覚めて、やばい漫画って神、もう漫画なら何でも買うみたいな人になって、まあ例えば最終的に1年で10万円以上漫画に使うみたいなオタクに育ったとするじゃないですか。これって漫画業界からしたらすごいありがたい話なんですけど、もし転売ヤーのせいでそのきっかけの目が詰まれたら漫画業界からしたら大損害ですよね。まあ、今はその漫画業界とかメーカーとか結構規模の大きい話をしましたけども、別にその大きい話じゃなくて単純に1店舗1つの個人店って見ても非常に損失がありまして、例えばなんですけど、僕たちってお店に物を買いに行くときってつい一緒に他のもの買っちゃうっていうことありません？好きなゲームを買いに行ったら中古で懐かしいゲームがあってそれも安いし思わず買っちゃうとか、あと推しのグッズを買いに行ったらついでに面白そうな新しい漫画があるから表紙買いしちゃったとか、こういうのってたまにあるじゃないですか。で当然ですけど、こういったケースってお店に行かないと起きませんよね。お店に行って新しいものに触れるから新しい出会い新しい購入っていうのがあるわけじゃないですか。なのでお店としましてはできるだけ多くのお客さんに来てほしいんですよ。まあぶっちゃけ冷やかしというか、中を見るだけのお客さんも別に歓迎ですよ。中を見に来て、でなんかこの店の雰囲気好きだなって言って定期的に通ってもらって、5回に1回でもいいからなんか物買ってくれればそれだけで利益になるんで、お店に通ってもらう、お店に足を運んでもらうっていうのはすごく大事なことなんですよね。でそれを踏まえて考えると、もし転売ヤーがそのお店の人気商品っていうのを買い占めてたらどうなると思います？あなたが欲しい人気商品をお店に行ってみたら置いてないと、転売ヤーが買い占めてるっていう状態ですよ。これ1回とか2回だったら気にせずに、ああ売り切れかしょうがないな他のとこで買おうとかってなると思うんですけども、もし毎回欲しい商品が置いてないんだったら、ああもうこのお店ダメだなと、僕の欲しいもん全然置いてないじゃんってなって、もう別のお店に最初から行くようになったり、あとネットを頼ったりするようになりますよね。これが怖いんですよ。お店やってる人間からすると一番恐怖ですよ。結局商売人にとって一番大切なものって信用なので、お店の信用を失ったら生きていくことできないんですよね。このお店って欲しいものないなっていうレッテルがもし貼られたら、もうそのお店ってやっていけないわけですよ。そうなると小売店が潰れることにつながります。で小売店が潰れると新規のファンがいろんなグッズに触れる機会も減るわけですから、どんどん悪循環が生まれますよ。で最終的にはメーカーが痛手を受けて最悪商品が作られなくなってしまうっていうこともあるわけですよ。これがまさに転売ヤーがオタク文化を壊すっていうことですよ。はい、本当にね、転売ヤーがはびこるとゲームでも漫画でもプラモでも他の何でも基本いい方には回らないんですよね。転売ヤーの悪い点その1、オタク文化を壊すっていう点につきましては、まあ、なんとなくは分かっていただけたんじゃないかなとは思うんですよね。ただですね、もしかしたら最後の説明には引っかかっている方もいらっしゃるかもしれなくて、ロイドさん買い占めがダメとか言いますけど、じゃあもし僕が自分がすごく欲しいものいっぱい欲しいものがあったとして、それも我慢しなくちゃいけないんですかと。例えば漫画とかでも自分用、布教用、保存用に3冊買ったりしますけど、そういうのもダメなんですかと。自分が欲しいアイテムをいるかどうかもわからない他の客のために我慢しなきゃいけないってことですか。それって意味不明じゃないですかと。そんな風に感じた方もいらっしゃるかもしれないんですよ。
これはですね、正しい疑問ですよ。うん、正しい指摘。買い占めは店にとって良くないと僕は言いましたけど、だからといって自分が欲しいものを知らない人のために我慢するっていうのはすごいナンセンスですよ。で、ここがまさしく次の話の肝でして、転売ヤーの問題点その2、転売は犯罪であるっていう話に移ってきます。まず結論から言いますと、自分が欲しくて買い占めるっていうのは全く問題ない行為です。例えば今夏で暑いじゃないですか。今僕汗だらだらになりながら一人でパソコンの前で喋ってるんですけど、まあなので僕が暑すぎるので近所のコンビニ行ってガリガリ君を30本全部買い占めましたと。もう全部食う、買いだめするわって言ってガリガリ君全部買いましたと。他のお客さんからするとこの後このコンビニ来る人不幸ですよね。ガリガリ君欲しいって思ってコンビニ行ったら売ってなくてショックですよね。ただこれは別に問題ない行為なんですよ。むしろこの場合はメーカーとかお店が次から、あ、夏は一人当たりのガリガリ君の消費量激しくなるからもっと在庫を用意しておいた方がいいかなみたいな風になるわけですよね。こういう買い占めは問題ないんです。じゃあ問題ある買い占めは何かっていうと、自分で食べるつもりがないのにガリガリ君を買い占めるっていう場合ですよ。極端なことを言いますと、僕がガリガリ君を60円で30本買い占めましたよと。ですぐさまセブンの店の前で1本80円で売り始めたとするじゃないですか。他にガリガリ君買いに来た客、アイスのコーナー行く、ガリガリ君ないから諦めて店出てくる、そういう人にお兄さんお兄さんガリガリ君欲しくないですか、80円で売りますよみたいな、これはやばそうですよね。なんかすごい感覚的な話なんですけど、すごい犯罪臭がするというか、まあ別に店の前がねやばいと思うなら別にその学校とか職場に行って友達に売るとかでもいいんですけど、まあとにかく自分で食べるつもりないのに買い占めて他の人に売る、なんかすごい変な感じするし、え、こんなこと許されていいのかっていう感じするじゃないですか。これはダメなんですよ。こんなことをみんながしだしたら社会がめちゃくちゃになるわけですよ。まあ、ちなみに約1年半前に全く同じことがマジでマスクで起きちゃったわけですけど、この時はさすがにですね、特別な法律でマスクの転売っていうのを禁止しました。名前で言うと国民生活安定緊急措置法施行令っていう、まあちょっと頭が痛くなりそうな名前なんですけど、こういう特別な法律でマスクの転売って禁止されたんですよね。え、ちょっと待って、と法律でマスクの転売を禁止したってことは、普段はマスクの転売ってしていいのって思うかもしれないんですけど、実はですね、現在はもうマスクの転売 OK です。マスクの転売ってさっき言った法律で2020年の3月15日から禁止されてたんですけども、昨年の8月25日に解除されてまして、今現在マスクの転売って OK になってます。は？おいおいロイド、ちょっと待って、とお前最初に転売は犯罪って言ったよな、とですね、この転売問題はややこしくて、一般の方がただやる転売は合法なんですよ。でも転売ヤーの転売はほとんど違法なんですよ。はい、意味不明ですね。はい、どういうことかちょっと説明します。まずそもそも転売っていう言葉の意味からなんですけど、転売っていうのはどこかで買ったものを他で売るっていうことを指します。わかりやすいのはお店で買ったものをメルカリで売ることですよ。あと本屋さんで買って読み終わった本をブックオフに売ったり、カードショップでカードを買ってで使わなくなったカードをお店に売るっていうのも全部転売です。これについてはなんとなく感覚だけで見ると、なんつうか犯罪臭はないですよね。フリマで自分がもう着ない服を売って怒られるっていうのは全然感覚に合わないから、これは問題なさそうですよね。で、一方でさっき僕がやってないけどガリガリ君買い占めて80円で売りさばくっていうのはなんとなくおかしいですよね。実はですね、この感覚っていうのは法律作った人も全く同じ感覚でして、もう単純に言うと自分のために買って使わなくなったものを他の人に売るっていうのはいいよと。でも最初から自分のためじゃなくて売るために買って売るっていうのはダメ、そういう法律があるんですよ。そのためのルールっていうのが古物営業法ですね。これすごくざっくり話しますと、商売として転売するなら事前に許可取りなさい、手続きしなさいっていうものなんですよね。この商売としてやるっていうのは言い換えると繰り返しやる、生計を立てるためにやってるみたいなイメージですよ。例えばマスクが社会で必要な時はマスク買い占めて売って、次はトイレットペーパー品薄になりそうだから買い占めて、で今ビニール手袋品薄だからそれも買い占めて売って、で PS5 とかナイチンゲールも買い占めてみたいな、もうそういう今売れるものを買い占めて売るのがルーティーンみたいな、そういうやつですよ。そういうことするなら事前に許可取りなさいよって言ってるんです。
で、この許可取るためにはいろいろ手続き必要でして、その過程で警察にも行く必要があります。で、基本的に転売ヤーと呼ばれる方のほとんどってこれ取ってないですよ。許可取るのにも19,000円必要だったりしますし、手続きもめっちゃ面倒ですからね。なんでこんなに詳しいかというと、僕も一時オタクグッズの販売とかできたら楽しいかもなと思って古物営業法について調べたことがあるんですよ。で、結局ね、めんどくさすぎてやめましたけどね。怠け者の僕にはね、ハードル高すぎ。はい、すいません、話しちゃいました。ということで、まずそもそも警察含めて許可取らなきゃいけないんで、転売ヤーはこういう許可基本取ってないので、それがもう違法だよねという話です。ただ中には許可を取ってる人もいるかもしれない。ちゃんとした人もいるかもしれない。もうめんどくさい手続きやって19,000円も払って警察から許可もらってますっていう人が転売してる可能性もあるかもしれない。ただですね、そうだったとしてもまだ違法の可能性が残っております。それがですね、詐欺罪ですね。今のご時世って大体のお店で転売って禁止じゃないですか。人気の商品とか特にそうですけど、転売目的での購入はご遠慮くださいっていう、まあ、お店の張り紙とか看板、注意書きってあるわけじゃないですか。で、もしそういう注意書きがあるにもかかわらず転売目的で購入して、で転売したら、これってお店で嘘ついてますよね。転売目的で買わないでくださいねって言って、あで買います、自分で使うから買いますって言って、そのまま新品のまま横流しする。これはお店を騙してるっていうことになりますから、詐欺罪に問われる恐れがあるっていうことなんですよ。ちなみにですね、今回の転売の話題の火付け役となってしまった編集さんいるじゃないですか。これホビージャパンの編集さんですよね。ホビージャパンってオンラインショップがありまして、そこに利用規約書いてるんですけども、そこにはっきり転売目的で購入した場合は利用停止になりますよっていう明記があるんですよ。まさしくホビージャパンの表明にもありましたけど、この編集の方の発言はホビージャパンの意見でも何でもなかったということですね。はい、ということで、転売がいかにオタクから見て害悪かという話をさせていただきました。まあ、転売は確かにメーカーさんにその時はお金入るし、短期的に見たら損ないように見えるんですけども、買いに行けなかった人の手に渡るっていうメリットもあるしね。ただ長期的に見るとユーザーっていうのは離れちゃうし、そのユーザーの推移を売上からメーカーは把握もできないですよと。結果在庫抱えちゃったりするよと。で、新規参入も減るから、そのコンテンツが先細りしていって、最悪もう欲しいものが作られなくなると。新規ってそのコンテンツが続くのに一番大事ですからね。新規に優しくない人はダメよ。最終的に自分が損するからね。で、加えて転売っていうのは当たり前のように違法行為ですよと。ただ注意として、もちろん全ての転売が悪ではなくて、あなたが自分で楽しんだり使ったものでもう使わないものを売る、これは全然問題じゃないよ、違法じゃないよっていう話でございました。はい、このチャンネルでは今後も様々な漫画やアニメ、オタ関係の動画作ってきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ここまで見ていただきありがとうございました。